高橋和都氏は、日本の盾氏。愛称は、頭、一瞬さん。別名、沢村竜王。テレビ番組、仮面ライダーで、仮面ライダーが撮る変身ポーズの考案者である。1943年、東京作草生まれ。南千住で育ち、台東西美小学校から台東中学校に、進学。1960年、17歳。高校在学中に、 自動劇団ひまわりに入団。同じく劇団ひまわり出身で殺人指導に来ていた大野幸太郎の哲学や姿勢に感銘を受ける。また、ひまわり時代はひまわり県究会を主催し殺人の修練に励んだ。1964年、大野が創設した大野県究会に創設とほぼ同時に入会。中村分野よりは少し遅れての入団であり、 岡田勝や中屋敷哲也とは同期であるが、もともとは演出家志望だった。1969年26歳、柔道一直線で、大野県友会が義頭を担当するようになり、高橋が異例の抜擢で盾を担当。当時の高橋は、この若さで盾師を務める者など前代未聞であり、内外でも多大の心配を受けたというが、本人は、 精一杯やったと実感している。漫画原作由来の地獄車や空中二段投げなどの現実離れした奇想天外な柔道技を高橋は独創でアクション化してみせ番組は大ヒットとなる。またこれらの体を張った大義はそのまま仮面ライダーでも活用されている。この柔道一直線で東映プロデューサーの平山徹と知り合ったことから後に 仮面ライダーで盾を任されることになったと高橋は語っている。1971年28歳。仮面ライダーで技刀担当し、その企画意図である改造人間同士の回帰アクションを斬新な立ち回りで表現してみせる。当初、仮面ライダー1号は単車に乗るなどしながら風を受け変身するというキャラクターだったが、 主演の藤岡博が負傷して一時降板する。ところが仮面ライダー2号、一文字早と役に急遽登板となった佐々木強が当時は自動二輪免許を持っていなかったため、単車に乗っての変身に変わる何かわかりやすい変身過程を見せようということになった。そこで高橋は師匠の大野と組んで歌舞伎の見栄を取り入れた変身ポーズを考案した。 この苦肉の策で怪我の巧妙とも言える変身ポーズは、その独創的な動きから子供たちに大いに受け入れられ、当時、子供たちの間で真似しない者はいないと評されるほどの社会現象にまで達し、番組は大ヒットとなった。同年、学園ファンタジー番組だった、好き、好き、魔女先生が変身ブームを受けて変身番組に転校したため、 日本初の実写変身ヒロインアクションの盾を担当する。1972年29歳。高橋が仮面ライダーで考案した変身ポーズやトランポリンを多用したアクションは子供番組を席巻し、同じ投影のみならず他者が競って特撮番組に取り入れ、日本国中を一大変身ブームで包んだ。同年時代劇版仮面ライダーとして、 毎日放送が制作した変身忍者嵐で盾を担当し、得意のチャンバラに腕を振るう。1973年、仮面ライダー V3、稲妻で盾を担当。稲妻では当時ブームだった超能力のアクション化に取り組む。1974年、稲妻 F、仮面ライダー X、仮面ライダー Amazon を担当。 仮面ライダーシリーズの制作スタジオ、東映生田スタジオ所長の内田優作は、X の視聴率の低迷の原因として、アクションのマンネリ化があるを挙げ、怪人を、あえて、怪獣に近いアクションに不向きなスタイルに変更し、高橋に、新しい仮面ライダーのアクションを要求する。それを受けての、Amazon では、高橋もシリーズ原点に帰ったような、野獣的怪奇アクションに取り組み、 これに答えている。1975年、32歳。仮面ライダーストロンガー、秘密戦隊ゴレンジャーで盾を担当。ゴレンジャーでは、ヒーロー5人の集団アクションを担当するにあたり、歌舞伎の白波5人男の見栄をもとに、5人揃って、ゴレンジャーのフレーズを生み、仮面ライダーに変わる、大ヒット作とする。1976年、33歳。 大野と意見の違いから同会を破門され、独立。県友会時代のメンバーも参加し、アクションチーム、ビッグアクションを設立。同年、ビッグアクションで、忍者キャプターの盾を担当。また、宝塚劇場で、嵐貫十郎の下で、倉間天狗の盾を担当。1977年、34歳、解決ズバットの盾を担当。 1978年、35歳。テレビアニメ、東昇大モスのアクション振付を担当し、自ら演じた。1979年、36歳。バトルフィーバー J の序盤の盾を担当。スーパー戦隊シリーズの仕切り直しとも言える、この新番組のため、ゴレンジャーで赤レンジャーを演じるも、その数作後には引退していた、ニーボリカズオを説得し、 主役ヒーロー、バトルジャパン役に起用した。その結果、ニーボリは、ビッグアクション撤退後もバトルジャパン役を続け、同作終了後も引き続きスーパー戦隊シリーズでの主役のレッド役を、後14年にわたって務め、同シリーズを支えることとなった。1980年年代に入り、沢村竜王と改名して、殺人集団、沢村研友会を設立。 舞台公演での盾を中心に活躍する。1991年、胃がんのため、入院先の渋谷区、日赤病院で生居。48歳。殺人を担当していた、新宿駒劇場の島倉千代子特別公演開催中でのことだった。大野県友会では、大野の片腕として、頭角を表して、盾師を務め、 同会の担当するアトラクションや舞台での立ち回りを指導したほか、同会の事務一般のまとめ役も任じていた。立てとしては、俳優の動きだけではなく、カットのつながりを把握して、カメラワークの指示なども言っており、東映作品でのアクション監督の地位確率は、高橋の活躍によるところが大きいとされる。変身ブームの仕掛け人の一人として、 仮面ライダーシリーズや変身ブームの中、投影作品や石森章太郎の原作による一連の変身ヒーロー番組の立師として大車輪の活躍を見せた。当時、高橋は自身の役割について全てのアクションに感情を持たせ演出するアクションディレクターであるとも称している。大変な手法で知られた。大野県有会にとっては高橋なくして語ることのできない偉大な人物とされる。 県友会では年齢の割に押し出しの強い要望や振る舞いで知られたが晩年に残した手記ではこれが先輩たちの気遣いを受けたものだったことが語られている。王野から破門されて独立した後あまり恵まれていなかったと夫人は語っている。晩年には病を得たが病床に伏せる前頃に王野から破門は解かれている。解明前の高橋和都氏の名は 沢村県有会の会員である石松大吾が設立した劇団一瞬に今も残っている。解決ズバットで高橋と組んだ監督の田中秀夫は高橋がいなければ自分はヒーローものは取れなかったと述べている。同時代に活躍した立しの高倉英二は劇団ひまわりでの先輩にあたり共にアクションを学んだ中であった。高倉は 高橋がスーツアクターのアクションを確立したと評価している。高橋が初めて立氏を認じたのはテレビ映画柔道一直線であるが、これは師匠の大野の推薦によるものだった。大野はこの抜擢について、ああいう番組は若い頭脳でないといけないから、和ずに任せたと語っていて、代理にある通り十五六歳の若者が一番組の盾氏を務めることは、 異例中の異例であり、番組制作責任者の内田としては、これはテストであり、2話だけやらせるから精一杯やって、腕前を見せてみろという程度の扱いだった。だが、結果として、高橋による斬新なアクションは、同番組を2年にわたる、ロングランヒットに導くこととなった。当時の高橋は演出家を志望しており、チャンバラが好きだったから殺人はいいが、 県究会や盾師といったものを目指していたわけではなく、自分をいきなり盾師に推薦した王の師匠に対して、ひどいよ、親父と恨んだと実戒している。トランポリンを駆使した立体的な立ち回りを生み出すため、喫茶店では、いつもタバコの箱とライターを手にして、絡みのアイディアを草案していたという。晩年、入院先を見舞いに訪ねた平山によると、病室で、 変身忍者嵐のビデオを熱心に見返していて、この殺人は今見てもすごいと平山に語っていたという。柔道一直線では漫画の必殺技をいかに映像化するかに苦心したため演技者の両足を縄で縛って逆さずりにし振り回したこともある。仁太郎はこの番組に出てからは他でどんなすごいアクションをやらされても驚かなくなったと語っている。高橋は 同番組について、どんな素晴らしい技を考えついても、絡みの人に、こんな無理な大義はできないと言われると立てし失格。それが怖かったと実感している。仮面ライダーでは、仮面ライダー2号の変身ポーズを考案したが、これは監督の山田実とプロデューサーの平山の、自分から変身するようにしたい。忍者の印のようなものはできないかとの提案に、 高橋が印を結ぶといえば一種のポーズだ。なんかかっこいいポーズを考えましょうと答えて暗室したものだった。平山はこの時初めてポーズという言葉が出た。これが変身ポーズという言葉の始まりだったと語っている。仮面ライダーについては中屋敷哲也、中村文也、岡田正春らには色い々ろいろ無理を言って危険なことをやらせたがよくやってくれたと実感している。 年下とはいえ、県遊会で、頭の意見は、絶対的であり、撮影で、高橋に、いきなり高所から下を指さされ、ここから飛び降りろと言われることも多く、中村や岡田、河原崎は泳げないので、川に飛び込むシーンでは、死ぬかと思ったそうである。ニーボリ・は、数メートル下の地面に飛び降りろと言われ、小一時間悩んだと実会している。大野県遊会は当時、 日曜日になると後楽園遊園地で仮面ライダー賞を実演し人気を博していた。壁の上から5メートルほど下の池まで飛び降りろと指示、したが中村は無理だと答えた。すると高橋は俺がやると衣装を着て自ら本番で飛び降りてみせた。舞台は拍手在喝采だったが高橋本人は両足裏打撲でしばらく松葉杖をつくことになった。 このため、翌日からの第46話、対決。雪山怪人ベアコンガーの第1回草津ロケには同行できなかった。仮面ライダー V3 第4話では、監督の奥中厚夫のアイディアで、中屋敷に V3 の衣装をつけたまま、命綱なしで高さ50メートルの煙突の上に立たせているが、もしこの時中、屋敷が下に落ちたら、自分も死のうと考えていたと語っている。 A 型アトラクションショーありがとうございます。